神田沙也加さんをめぐるメディア報道に野口健氏が苦言。伝えることにより連鎖反応のリスクが高まるのに、がネットで話題。内容はこちら。神田沙也加さんをめぐるメディア報道に野口健氏が苦言を呈したようです。では野口健氏の発言を見てみましょう。野口健、騒然とするのはわかります。しかし、あまりにも衝撃的で悲劇的な、とてつもなく深く悲しい出来事に関しては、あえて伝えないという社会の柔軟性があってもいいのではないでしょうか。取り上げておきながら、最後に取ってつけたかのような相談窓口の案内。伝えることにより、連鎖反応のリスクが高まるのに。おっしゃる通りです。そっとしておくべきですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。学生時代にメディア露出の多い方が救世された時に、報道により伝播すると、心理学の専門家は警鐘を鳴らし、報道関係者は自制を心がけますと、各メディアで発言していた記憶があります。全く進歩していない現実に辟易します。メンタル強めの私でさえ、報道を見るたび胸がギューッと痛くなって涙出るの必死でこらえるのに、悩み抱えてる人たちがどういう思いで報道を目にするのか。野口さんのおっしゃる通りだと思う。今現在悩みを抱えてる人たちが、今回のメディア報道をどう捉えるのか。メディアはもっと想像力を持つべきです。次はこちら。記者会見でのフラッシュを見て、どれだけ写真を撮ればいいのか、と腹が立ちました。そして、話を終えられ、追い打ちをかけるように、今のお気持ちは、と言葉を発した記者の声。思いやりのない常識のなさに驚きました。だから、そっと静かにすることができないのでしょう。残念な仕事をする人たち。メディアの報道により、傷ついた人をさらに傷つけています。メディアはその現実に直視すべきです。次はこちら。野口さんのおっしゃる通りだと思います。マスコミは常に罪を作り続けていると思います。センセーショナルに取り上げて、売れればいい、視聴率が上がればいい、そういうのはやめてほしいですね。心を持ってほしいです。視聴率のために取り上げているのかもしれませんが、心ない報道はやめるべきです。次はこちら。私もそれに違和感を感じました。相談窓口の案内には違和感持ちますよね。違和感の正体はそこだったんだ。いつも気持ち悪く感じます。ですね。断定できてないと伝えておいて、唐突な相談窓口案内は違和感でかい。取ってつけたようなメディアのテンプレ。不快感を抱く人は多々いると思います。最後はこちら。本当そっとしてあげてほしいですね。親族の気持ちを第一に考え、連日報道せずにそっとしておくべきです。結論。朝のワイドショーで神田正輝さんと松田聖子さんの記者会見を放送し、その後に松田聖子さんの歌に合わせ神田沙也加さんと家族の映像を歌の歌詞を添えて流すという演出をしていました。メディアはそのような演出により視聴者の涙を誘っているのですか？そんな演出をやるのではなく、今はそっとしておくべきだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。